とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は縛りプレイやっていきたいと思います。今日の縛りプレイはアーティファクト禁止です。アーティファクトなしでクリアしてみましょう。ちょっと厳しいかもしれない。結構今回愛のメダルとかアップドラフトの賞、あれがね超活躍するんだよね。あれを使えないってなると相当きつい気もする。特に18回からがなんかクリア難しい気するな。どうだろう、まあ、18回まではおそらくそんなに難しくはないとは思う。いやボスきついか。まあまあ大丈夫でしょう。行ってみます。いやアーティファクトなしって結構厳しいからね。いりません。でこれあれね、あの邪悪な村人の破滅を入れとったらいいのね。ここはね入れてた方が断然お得だった。よし OK。 これがあると完全に敵を倒すの早いもんね。やっぱりダメージが 35% アップするってだいぶ違うよ。全然違う。はい、終わり。そうね、アーティファクト取らなくていいからエンチャントポイントはすごく溜まっていくけども、最後の最後にはもう余るだろうね。完全に余っちゃう感じだ。そうか、ここもパワーシェイカーがないからあのガシガシ倒せないのね。ただパワーシェイカー使って一気に片付けていきたいところだけども、それができない。まあまあまだね15回ぐらいまでは余裕だと思う。あ、いや15回のボスがどうなるか分かんない。15回のボスどうだろうね。もしかすると強いかも。もしかするとね。はいはいはい、あーたたたおかもね。ははね、そうそう、パワーシェイカーないから一気にいけないのよね。パワーシェイカーあればクリーパーごとね一気に倒していくんですけど、これができない。おお、途中のねアップドラフトも絶対あれ必要になるんだよな。おお残った。であとこっちでおしまい。はい、いいね。おお、めちゃくちゃいく中に中に4体重なった。4回クリア。次いらん、いらんっていうか取れん。入れようかな一応ね。そうね、結構弓を多めに使っていった方がいいかもしんない。いや間違いないね。 OK、 ナイス。こういう戦い方ね。オッケー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 。長弾がめちゃくちゃ決まる。まあそりゃそうか、長弾2入れてれば発動するよね。で矢も今回出やすいので、これ絶対修正されたよね。矢の出方っていうのは確実に出るようになったもんな。
日はまあいつも通りの感じでいいか。いやきついこれ、回しがないときつ。うん、いつも倒せてたやつが倒しきれない。本当に嫌だなこれ。これはちょっと戦いにくい。うん、ここパワーシーカーとあの種があるとだいぶ楽なのよね。それをこうちまちま倒していかなきゃいけないっていうのですごい嫌。はい、6回クリア。次スノーアーマーね。あーいや、うん、取らないと無理だ。スノーアーマー取っとかないとね。このスノーアーマーで火力は落ちるんだけども、いやーやっぱ耐久力が大事だもんね。耐久力ものすごい大事。しゃ、いいんじゃない。敵の HP が結構高い。よし終わりか。まだあっちにいた。はい、7回クリア。まだ全然いける。そうか、アーティファクトは取れない。連れ取ったろうかなと思ったけども、取っちゃダメだ。これは多分あれだね、30分かかるかも。あわわ、倒しきれない。うわここきついぞ。あ、ここはきついわ。あぶねえ。ここね、結構数多いのよね。いや、ちょっと待って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 、あれ入れてなかったわ。雪玉さん、オッケー。雪玉さんになればまあクリーパー対策にもなるし、いけるか。はい、8回クリア。これ初期装備で行くよりも難しいかも。ここを取れないっていうのは結構でかいよ。愛のメダルアップドラフト、この辺取れないっていうのはでかい。まだ初期装備です。でも両刃斧が確か出るよね。なのでまあ次は OK になる。ほぼほぼ雑魚ゾンビすらね、ワンパンで倒せないから、うん、ツーパンでも倒せない。3発かかる。これは、なんとか出ていか。よし。いや、痛い痛い痛い。よし、終わり。武器を変えないとどうもできん。うん、こっちだな。で、もう3入れとけ。うん、メインウェポンだからね。うわ、きつい。よし、 OKOKOK。 できるだけ落ちてくれ。落ちないか。あ、落ちる落ちる。あ、でも1体だけ。あー、やばい。おお、なんか固まった。あー、弓打っていけばいけるわ。あと上に1、2体でおしまいでしょ。 OKOK、 10回クリア。サイスよりあっこっちの方がいいよね。戦いやすいもんな。あーそうか、ここもそうだよね。なんか愛のメダルに頼り切ってたところがあるから。あーやばい。
危ねえ危ねえ危ねえ。よし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 、場所ね、位置取りをしっかりして戦っていかないとダメだね。オッケーオッケー、いいよ。あと、あと2、3体かこっちに。よし、いや、1体だけだった。次、あ、ハーブ、ハーブ良かったか、まあいいか。ハープン意外と良かったんだよね。よし、ちょっとエンチャンターがあっち側にいて、うわ危ねえなこいつ。よし、食らう食らう。でももうあとは、うん、驚異的なやつはいない。上のエンチャンターにエンチャントされた敵がちょっと強いかなっていうところなんで、あとは大丈夫でしょう。上に3体ぐらいいておしまいか。2体ね、終わり。よし、で、あードラ取れないんだ、取れないの。アーティファクト禁止。そうだそうだ、忘れてた。よし、あ、やっぱまあ武器がねを強化されてしまうといけます。うん、今回最終的にボーンクラブあるので、まあ問題はないと思うよ。パワーといったらあのね、ボーンクラブでガシガシ飛ばしながら行けばいいんだもんね。あら、終わり。よし、終わり。いいんじゃないですか。はい。あ、弓、いや、ここきつい気がするな。待って、ここ多分きついぞ。防具上げていった方がいいわ。うん、武器でゴリゴリいくよりも耐久上げないときついな。エンチャントは別に、まあまあ火力になるのはこっちか。いきます。あー、一応落とせる場所はあるのか。いや、いけるね、いけるね、この耐久力ならいけるわ。 OKOK、 おいおい、 OK、 うんうん、問題ない問題ない。うんうんうん、こいつは結構ドラがないときついけども、いけてるね。うん、黄金エンチャがいいのついてきてくれたね。食料貯蔵がついてくれたのでそれでよかった。でよし、でこっからもうボーンクラブになればもうこっちのもんだね。うーん、耐久力上げよう。雷でゴリゴリっていうのもありだけども、耐久力上げていく。まあ大丈夫ね、問題は18回だと思います。めっちゃこいつら、よし、おしゃおしゃ、うん、こんだけ食べ物出てくるくれればありがたい。 OK、 いやもう362本十分。よし、
で回復をねここでやっていきましょうよ。モンクラブずっとでいくからこれで、でスケあここだ、ここの報酬でスケールメールが出る。スケールになればさらに耐久力上がって問題ないね。うん、いけるわ。うん、アーティファクトなしでも全然いけると思う。しかもそんなに時間もめちゃくちゃかかるわけではなさそうだ。よっしゃ、ぶっ飛ばせ。 OK、 いい感じ。愛のメダルがない分若干時間はねありますな、やっぱりね。でも全然いける。とりあえず浮き玉だけ入れときましょ。ああ、ちょっと待って、流れ込む魂 2入ってるよね。 OK、 いいねいいね、めちゃくちゃいいよ。やばい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 、固まるな。これあれだね、弓このまま使っていくのであれば、あぶね、あれだな。よし、テンポセットが欲しいけども、いや、コブに変えるかな。変えるね。やべえやべえやべえ、エンチャンターがね、ほんとうっとうしい。ここもいる。よし、動かず。いや、でもガーストがね、いい感じ。ガードストライクでだいぶ守られてる。よし、いいね、ほんといいね。ガードストライク最大まで上げよう。あー、でここね、よし、おー、まあ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 、あー、ガードストライク入れろ。うん、当たんねえか、当たんないな。あー、ダメだよ、ダメダメ。よし、オッケー。ガードストライク、どうなんだろうね、これ 35% 軽減入れてガードストライク入った時って、え、何パー軽減ぐらいなんだろうな。 70% ぐらい、70% は軽減しないか。いや、するかも。まあ、とにかく強いっていうことで20回到着。ああ、ここね、もう一回速攻倒そう。キノコ取ろうとした、危ない。アーティファクト禁止で商人で、まあ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 ね、防具は、あー、でも防具このままでもね、いいよね。うん、このままいいね。だって闇のアーマー攻撃力上がんないし、クールダウンがあれついてるんだけど意味ないもん、クールダウンが。だからこのままでいいな。あー、そうかー、
そうだったー。おー、危ねえ。ちょっと待って、これ結構つらいな。ここつらいな。 OK、 あ、雪玉がうまい感じで、そうそう、消してくれるんだ。 OK、 いいんじゃないですか。はいはい、雪玉と好相性、素晴らしい。流れ込む魂で行くっていうのも良かったけども、まあこれ結構火力になるんで持ってけ。よし、 OK。 おい、ちょっと待って、これ、間違えて使ってもだ。バカ野郎、どうしよう、本当に。ほんとにな。ほんとに。嫌なやつだ。よしよし。まあ、抜けたね、なんとか。嫌なやつら、ほんと。で、下にももちろんいるよね、まだね。あ、でもクリーパーもいなくなってる。登ってきたんか。ならあとこっち側に何体かいておしまいですね。よし、終わり。あんまり意味ないよね。あ、でもね、耐久は上がるね。結構上がるな。でも攻撃力こっちなのよね。いいか、うん、耐久大事ね。だからもうこれクールダウン入れなくていいんで、最後の叫びも意味ねえや。あ、この防具意味あんまり、うん、エンチャントトゲぐらいだ、この縛りで使えるのは。あー、なるほどね。 OKOK。オッケーじゃない。こいつだ。めんどい。本当に攻撃速度の遅い武器との相性が悪い、この敵は。本当に悪い。あ、やべえな、ここやべえな。うん、あ、だよね。これやばいな。すっごい戦いづらい。よし。うーん。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いけた。戦いに行く。よし。はい、24回おしまい。いらん。ない分あれだね、装備の強化した時のパワーの上がり方が若干低いね。若干低いと思う、いつもより。 なんかいつもより低いもん、まあ、それ仕方ないか。あ、コグ、そうだ、俺コグ何も入れてなかった。あー、うん、重要重要重要、こんなもんだ。もう防具がもうどうしようもないから、コブをね強化していくしかありません。クリーパー注意ね。 OK。 であと2回は行って終わりかな。あと1回湧きます。 OK、 いいじゃない。
いいか。はい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 、多いね、まだ多いのよ、敵。よし、いいと思う、いいと思う。で、ここね、あそこのエンチャンター3体、あれが結構えぐいのよ。お前らだ、めんどくさいのは。エンチャンターが本当に嫌。はい、25回。いや、時間かかるね、25回は。で、カトラスいらない。うん、もうボーンクラブで押せ押せで。あー、待って、ボスはカトラスの方が戦いやすかったかな。でもまあいいか、いけるいける、問題ない、問題なくいける。よし、うんうん、まあ全然まだね、キーパーもほぼワンパンで倒せるんで、いけてる。もうよっしゃー、まずネクロを倒せたっていうのはでかい。終わり、 OK、 26回クリア。エンチャントよくねえな。でもね、スケールメールでいってもよかったっちゃよかったけども、それはそれでね、難しい気はする。HP 低いんで。いいんじゃない。OKOKOK、 いいダメージ。良くない、逆に弱くなるわ。まあまあね、ここはもうこれでしょう。114、あ、いや、やっぱ上がりきれない。120ぐらいまで上がってたんだけどね、いつもなら。それがないっていうことはちょっと残念。多めに入れるか。よし、 OK、 フルエンチャでこれも別にいらないし、うん、虚無さんにしときましょう。若干なるとね、火力は上がるのでいいんじゃないですか。よし、あ、で、あと飛ぶ使い放題っていうのがいいね、結構ダメージ取れる。よし、終わり。ああ、そうか、エンダーマイトがいた。よし、これこそ終わりで、ボスですね。ああ、いや、よくないよ。火力がないもんな。いきます。あ、ちょっとヘッドセットを入れとけ。弓を最初バーって当てて、 OK。 いや、意外とこいつ火力高えな。
あ、ちょっとこれはめた。OK。火力高っ。おお、ちょっと驚くほど伸び、火力高かったね。はい、まあ、とりあえず、30分以内ではいけたと思います。縛りプレイアーティファクト禁止でした。報酬を見て終わります。いけるもんだね。微妙微妙。あー、うん、まあ一応最強が作れるやつですね。魂のフィスト弱いけどね。虚無のこれは輝きでもまあありだけども、まあ選べるね。これいいよ。輝きリフレッシュ選べて、でクリティカル入れてダブルクリティカルにして、一番右をまあ重力だろうね。あ、完成してるじゃん。完成してる。カスタムせずに、チルゲールよりバーストゲールで、スポンジ、あー2ならいらない、スポンジ自体いらないけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。